速ソニー株式会社新規ビジネス技術開発本部モーション事業推進室室長相見武氏より説明いたします。おはようございます。ソニー株式会社相見武氏と申します。本日モバイルモーションキャプチャーという新しいジャンルの商品をご紹介させていただきたいなと思いましたので、どうぞ皆様お集まりいただきありがとうございます。具体的な本商品の説明に入る前に、一旦プロダクトのコンセプトが分かるビデオを作っておきますので、まずそちらをご覧いただいてからご説明させていただければと思います。ありがとうございます。今ご覧いただいたプロダクトなんですけれども、モコピという商品名で作っております。モーションを簡単にコピーできるというところからモコピという名前になっております。そもそもソニー株式会社としてこのような商品を作らせていただきました背景として、つい今ご説明差し上げるまでもないところもあるんですけれども、昨今メタバースの市場の盛り上がりとともに、一つの大きなジャンルとしてアバターを介したコミュニケーション、コンテンツクリエーションというところが非常に大きくなってきております。クリエーションの方面では VTuber と呼ばれるバーチャルのキャラクターで YouTube で活躍されている方々が、すでにトッププレイヤーの YouTuber の方々と同程度以上のフォロワーや収益を上げておられたり、我々ソニーグループとしても VTuber の一つ活動を始めていたりというところがございます。また一方で今世の中でまさにいろいろ各社入ってきているところなんですけれども、VR、SNS であったりメタバースであったりと呼ばれているところですけれども、VR 空間の中で自分自身の体ではなくて自分自身がこう乗り移るアバターを使ってさまざまな表現をしたりコミュニケーションしたりするというところがどんどん出てきておりまして、こちらに対してソニー株式会社としてもできるところをどんどんトライしていきたいというところが入っております。今回モコピという商品、後ほどデモでもいろいろご体験いただければと思うんですけれども、我々一つの思いとしまして、これまで 3D コンテンツあるいは VR とかいったときに、すごい高度な機材の知識が必要であったりとか、なんかすごいオタク的なソフトウェアの知識がないと難しいんじゃないかみたいなところで敬遠されている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、そういう難しいものではなくて、皆様が写真やのビデオを普段お持ちのスマートフォンで撮るような気軽さで 3D コンテンツを楽しんで作っていくというところを、皆様に楽しんでいただくというところを念頭に置きまして作っております。で、今後メタバースの時代になってくるにつれ、皆様がどんどんメタバース空間に入っていくというところも見据えておりまして、その時にせっかくもう一つの世界に入るという時に不自由な体、制限された動きだけではなくて自分自身が思った通りに動くというところをなるべく再現させてあげたいというようなところが今回思っているところです。で、そういうようなところがございますので、まず直近こちらの商品を使っていただけるお客様として、コンテンツのクリエーションの領域では VTuber さんであったり、一つアニメーションを 3D の制作されている方だったりということもございますし、メタバースで
自由に動いていくようなところの機器としても使っていただけるかなと思っております。でただそういうと今説明した通り、最初はまだまだ新しい領域ですので、すでにこういうフルボディで全身の体で動くというところを体験している方々が、新しい商品だから使ってみようかというところから始まっていくかと思うんですけれども、今回先ほど申し上げました通り、どんな方でも気軽に使っていただけるというようなところを目指しておりますので、こういう領域に興味があって、だけどこれまで全身で入るというのはなかなか難しいという方々にも使っていただくというようなところを、まず一つ大きく広げていきたいというところと、あと VTuber さん、今回商品作るにあたっていろいろな方々からフィードバックいただいているところもございまして、VTuber でもっといろいろ表現したいんだけどやりたいっていう方、あるいはVTuber になってみたいなみたいな方々のところには、より手厚くサポートさせていただきながら商品ブラッシュアップしていっているというようなところになっております。今回商品特徴大きくは3つございます。スタジオレスと小型軽量シンプルというところで、一つ一つちょっと時間をとってご説明させてください。まずスタジオレスというところです。それまでモーションキャプチャーという技術を聞いたときにパッと思いつくのは、カメラで囲まれたスタジオの中で黒いタイツみたいな、全身タイツみたいなものを着てトラッカーをつけているところで、非常に高価な設備でやっていくというようなところで、もちろんスタジオの中で撮影するというのが基本的なコンテンツを作るためのモーションキャプチャーという技術でしたけれども、今回モバイルで少数のセンサーとスマートフォンだけでできるということを実験しましたので、スタジオを予約してそこの中でだけで撮影ができるというものから、どこでもこれからご体験いただきますけれども、本当にこんな特にスタジオではない場所であったり、屋外に行って行ったりとか、モーションキャプチャーという撮影技術そのものを場所の制約から取り払うところが大きなところになっております。でそれの実現手段の一つでもあるんですけれども、今回ソニーの技術を結集しまして、非常に小型軽量で、それにてバッテリーもちゃんと持っている形で設計しておりまして、ちょうどご覧いただいたら分かると思うんですけど、直径的にはほぼ500円玉ぐらいのサイズのもので、体に6つつけるだけというところで実現しております。で先ほど申し上げました従来のモーションキャプチャーのように専用のスーツに着替えたりというところが不要ですので、普段着のまま簡単に体に6つつけるだけですぐにモーションキャプチャー。最後のポイントとしてシンプルというところをご説明させていただきます。これまでモーションキャプチャーに限らず、3D コンテンツなどの複雑なコンテンツ、一般的に高度な PC やソフトウェアの知識を必要として、それなりに訓練を積んだ方々が作るというようなジャンルであったかなと思うんですけれども、今回基本的な動画やモーションの撮影機能、あるいは後ほどまたデモでもご説明させていただきます、外部サービスとの連携など基本的な機能が全てスマートフォンで完結しておりますので、通常のスマートフォンのユーザーの皆様であればそこまで迷わずに直感的に使えるようなシンプルな UI で設計させていただきます。でその外部サービスとかもつながりますので、一つ制作系のワークフローであったり外部連携のワークフローに関してご説明させてください。今一番端からセンサーを身につけた女性の写真ありますけれども、ここからセンサーのデータを取得して Bluetooth でスマートフォンに入っています。でスマートフォンの方でモーションキャプチャー完了しておりまして、ここの画面 のキャラクターをそのまま動画データにして保存したり、あるいは動画編集を後でするということでモーションの骨格データですねだけにして保存したりということもできます。でそこをさらに高度な編集に回すことも可能でして、例えば有名な動画編集ソフトなどに入れて背景を合成してもっと面白い動画にしたりであったりとか、 3D 用の編集ソフトにボンデータを送って、そちらでさらに高度な 3D 制作を使ったりというなこともできます。でそれをそのまま各種メディア の動画配信プラットフォームになるのでそのままストリーミング再生することも可能ですし、
あるいはモーションのデータをアバターを使ったサービス、後ほどご説明しますが、VR チャットさんのサービスなどのところに投げ込んで、直接 VR 空間の自分のアバターを動かすというようなことも可能です。こちら後ほどスペックとともに資料もお入りいたしますけれども、このようなスペックになっております。で改めまして商品名もポピトという名前になっておりまして、発売日は年明け1月の下旬頃を予定しておりまして、今鋭意生産を始めているところでございます。最初販路はインターネットの直販サイトのソニーストアで、ソニーストアの販売価格としては4万9500円税込みで、ご提供を開始させていただければと思います。で少しちょっと先ほどの説明とかぶるところもあるんですけれども、今回モコピ、我々モーションキャプチャーを支援する機材ですので、それをどう活用していくのかというところが非常に重要だと思っておりまして、社内だけではなくて社外のさまざまなパートナーの方々とのサービス連携を行っております。動作確認済みサービスと書いておりますが、こちら発売日時点ですでにもう動作確認ができているものというところで、まず一つ大きなのは世界最大の VR SNS である VR チャットには標準サポートを行っております。で、3D 制作をしていきたい方々、特にゲームなども含めていろんなものを作っていきたいみたいな方々のために、 Unity のソフトウェアで直接モーションを受けてさらに編集するというプラグインを作っておりまして、あとモーションそのものを補正したい、あるいはさらにリッチな表現したいというところでオートデスクモーションビデオなどサポートもしております。で最後はバーチャルモーションキャプチャー、後ほどこちらデモでさせていただきますけれども、こちら国内の VTuber さんが結構御用達のモーションを使ってさまざまな動画配信をするときに中継ハブになるような重要なソフトウェアですけれども、こちら標準サポートしておりまして、実はちょっと後ほど紹介しますけれども、こちら の外部ソフトウェアなんですけど、制作者がソニー株式会社の社員をしておりまして、鋭意一緒に作っているところでございます。でこちらあくまで発売日時点で同格済みのサービスなんですけれども、今後の展開としまして我々SDK を配布させていただく予定になっております。で本当に間もなくなんですけれども、12月15日にSDK 含めた一つ発表を用意させていただいておりまして、そちらでこちらのモコピのデベロッパーサイト、開発者サイトの方から SDK をダウンロードすることが可能ですので、まずそちらで先ほどご紹介した Unity やモーションビルダーの環境でモーションを受け取れるプラグインをご提供する予定です。なのでオープンデベロッパーの皆様含めこちらのモコピで作ったモーションを活用してさらにいろいろな表現をしていただくというようなところができるかなと思っております。で、その2022年12月15日なんですけれども、こちらのもぐら様が主催している XR されている XR 会議2022というところに出展させていただく段取りになっております。で、オンラインの方の2日目にオンラインセッションという形で私再びご説明させていただきますけれども、そちらで今回の商品説明だけではなく、XR 会議のところクリエイターの方々も多数いらっしゃるイベントですので、より重点的に SDK 周りのご説明などもさせていただいて、その日に SDK を公開するという形になっております。で、本日皆様にご体験でも見ていただくんですけれども、一般の方々が直接触って体験できる会としましては12月の22日、23日のXR 会議のクライティングのところでご出展して実際にタッチ&トライしていただけるようなところを準備しておりますので、こちらもまたいろいろ